こんにちはフフィーフィーです中国がくしゃみをすると韓国が風邪をひくという言葉があります。これは経済でよく言われる言葉なんです。つまり中国経済がちょっとでも悪くなると韓国に大きく影響して韓国経済がとんでもなく悪くなるという意味なんです。韓国経済はそれほど中国に依存してきました。 でも今の中国はちょっとくしゃみをしているどころか病気で寝込んでしまっているような状況ですだから韓国はもう瀕死の状態なんです韓国経済はこれまで韓国は貿易大国なんて自分たちで言っていたんです ただそれも中国依存型の経済だったので中国経済が悪化して中国国内で消費が落ちることで需要が減っていきました。あと中国は今余裕がないので韓国のものを安く買い叩いています。今はずっと貿易赤字が続いている状況です。温安で輸入する原材料が高いし燃料費の高騰で製造するコストがかかっているのに韓国のものが 中国で安く買い叩かれるので韓国は儲かりませんしかも韓国銀行は今年の秋から冬にかけて金利を下げるかもと言われていますでもアメリカの金利は高いままなので韓国とアメリカの金利の差がさらに広がることになりますそうなるとますますウォンが下がるんですあと韓国を困らせる要因がまだありますそれは半導体です中国には サムスン電子と SK ハイニックスが生産する半導体の工場があります。日本、アメリカ、オランダによる中国への半導体規制に韓国が巻き込まれてしまうんです。中国に寄りすぎていた韓国は日米から信用されていないので、日米は韓国は同じ安全保障の枠組みにいるにもかかわらず、韓国ではなくて台湾の半導体企業をバックアップする方向で動いています。 あと今、韓国の電子部品メーカーの業績が厳しい状況にあります。韓国の主な電子部品メーカー40社のうち、全体の8割に当たる32社が営業利益が減っていますし、また赤字の状態で厳しい状況だということが分かりました。 例えばスマートフォンやノート PC などの端末あとは産業機器なんかの需要が低迷していて会社の業績に大きく影響していますこれも中国経済の悪化が関係しているんです半導体輸出の価格が下がって先月の韓国の輸出金額指数は10ヶ月連続で下落しました まあこうしたことが理由で上半期の韓国の大企業の懐事情が厳しくなっているんです非常資金の役割をする現金制資産が上半期だけで15兆ウォン日本円で約1兆6,551億円ほど減ったことが分かりました非常資金とはすぐに現金化できる資産のことです このように懐事情が悪くなると企業は非常資金となる別の企業の保有株式を売却したりしなきゃいけなくなります。韓国の企業の非常資金が減ったのはコロナが終わった直後です。実はこれも中国の経済の悪化が影響してこれまで持っていた現金が急速に減ったからなんです。だから非常資金を売り始めているんですね。 でもこんな状態で収入の状況も悪化しているのに出ていくお金ばかりが増えています。 韓国の基幹産業である半導体やバッテリーなどは売り上げに関わらず、まずは投資しなければいけない分野なんですね。これさっきも言ったように、アメリカの中国に対する半導体の規制に巻き込まれないように、サプライチェーンの見直しが必要で、そのために韓国の企業は設備投資を増やさなければいけません。本来は、 非常資金をはたいて投資しなければいけない状況なんです。もう韓国経済はどの経済指標を見てもお先真っ暗といったところです。だから韓国の人々も自分の国の将来に悲観しているんです。大韓民国は完全に終わったとカルフォルニア大学の法科大学院の名誉教授が言っていました。 これ実は韓国の出生率についての発言なんですがあまりに今韓国の出生率が低いからなんですね昨年の韓国の出生率ですが0.78%でしたここまで低い出生率は他にないそうですつまり世界最低なんです2020年の基準で OECD に加盟している38カ国の出生率の平均は1.59でした この当時も韓国は0.84で再開。韓国以外の残りの37カ国は全て1以上だったんです。高齢化が急速に進んでいる日本でも出生率は1以上です。こうした理由で韓国は人口消滅国家第1号とまで言われています。こう警告したのは、 人口学者で有名なオックスフォード大学の名誉教授です。今年5月に韓国を訪問して人口減少は世界的に見られることだがこのままいけば韓国は国家が消滅する危機があると発言して話題になりました。この方17年前の2006年の国連人口フォーラムでも韓国の少子化現象が今後も続けば 韓国が地球上からいなくなる、もう人口消滅国家第一号になるだろうと言っていて、しかもコリアシンドロームという用語を作ったことで世界的に有名になった学者なんです。その後も韓国の少子化は深刻化して出生率は当時の1.13から昨年は0.78にまで落ちたんですね。で、韓国の少子化の理由は 生き方の多様性ではなくて貧困や格差が大きな原因になっています。あと韓国は女性への差別だったり賃金格差もひどいので女性のストレスが大きいんです。子供を産み育てようという心境になれないのかもしれません。また少子化が進む一方で韓国は高齢化も進んでいます。ただ年金制度なんかがまだ未熟な韓国は年をとっても フルタイムで働き続けないと生きていけません。韓国では高齢者の貧困率が OECD 加盟国の平均のなんと3倍なんです。2025年には人口の5分の1以上が65歳を超えると予想されています。韓国の法律では 定年を60歳かそれ以上と定めているんですがほとんどの企業は定年を最低の60歳に設定していますでも実際には韓国ではもっと早く会社を追い出されるケースが多いんですねでもこの定年延長に反対する声もあります定年延長は若者の雇用を悪化させるとして反対しているそうです韓国は今若者たちの雇用問題も深刻だからです 大学を出ても就職がなかなか見つからない若者もいるので卒業をあえて遅らせるために1年休学する学生も多いそうですただ卒業と就職の両方が遅れますから、まあ、精神的に不安が大きくなるんです今韓国ではこうした将来への不安から無気力になっていく学生が増えています、まあ、仮に就職できても 韓国では財閥のような大企業に入らない限り将来が暗いと若者は悲観するそうです。日本のように中小企業が育たないからなんですね。韓国では大企業と中小企業の賃金や福利厚生の格差があまりにも大きくて休学してでも大企業を目指す学生が多いです。韓国はこのように課題がたくさんあるんですよね。でもそんな大変な時に 日本の処理水のことで大騒ぎをしているんです韓国の最大野党ともに民主党と労働組合は早速ソウルで日本の処理水の放出に反対する大規模デモをやっていましたえ日本に対抗する有名な反日ソングを歌ってしかもまたノージャパン反日不買運動を呼びかけていたそうです 野党ともに民主党のイ・ジェミョン代表は演説で核汚染水の放出は太平洋沿岸諸国に対する戦争を宣言したものだとして日本が銃と刀で全人類を恐怖に陥れている太平洋戦争をもう一度環境犯罪で起こそうとしているんだと、まあ、こんなことを言っています。 ババリバリ反日を煽るようなもうすごいことを言っているんですけどこの共に民主党は韓国国民からの支持率が絶大ですからねまた政権を取ることも考えられますいずれにしても勝手にノージャパンすればいいですが反日をしながら日本からの経済支援を当てにしないでほしいです。 さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィフィチャンネルの登録もお願いします。